しまるじゃん。Oh wait, 1, 2, 3, 4, 77.7, 5, 6, 7, 8. You know what? FM is here today. Yay! Yay! 久しぶり。どうなってんの？Morning eight.時刻は8時を回りました。 FM キノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。1月12日モーニング8、これから生放送でお届けします。キノワン市旧なキノワンヒルズ通り沿いにあります FM キノワンのスタジオから、あ、金曜日担当、うん、私アゴがお送りします。あれ、あれ山内さんも一緒。はい、あこ久しぶりの登場。はいはい、何してたんですか今まで。冬眠してました。冬眠、うん、おはようございます。おはようございます皆さん。どうえらい可愛いあこやなって。久しぶりです。久しぶりですね。冬眠してたからやな。可愛いっしょ。可愛いっしょ。久々のあこのこの定点無二が来てて嬉しいですね。はーい。100年ぶり。100年ぶり。年末年始はどう過ごしてましたか？年末年始、うん、年末はね、北海道行ってきたの。いえ。なんかムカつくな。なんで？北海道行ってきた。行ってきました。お、これは何しに？え、旅行。旅行で？そう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 。あ、こは実はね、お嬢なんですよね。違うよ。違うの？違う違う。そんで、行ってきたんですよ。それ後で話しましょう、その話は。北海道の話？そうそうそう。そうですか。うんうんうん。こっちがいいんじゃないかなと思うけど、後でじゃあ話しますか。違う、さ、あれに入ってるんですよ。ワン、ツー、スリーに。なるほど。行っちゃった。うん。今日からですね、アコが、シーナちゃんの代わりに3月いっぱいまでお送りします。そして、ですね、なんだっけ、アコのコーナーもありますよね。そう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 。どんなコーナーですか？アコのワン、ツー、スリー。そうです、もういかにもありがちなコーナーですが、アコの中のワン、ツー、スリー、いろんな分野、ジャンルで決めていくということですね、うん、はい。で、今日は北海道。そう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 。いいですね。そう、うん。アコのね、独自な目線で、うん、ワン、ツー、スリー決めていきますね。はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。はい、今日のメールのテーマは一夫多妻。出ました、衝撃のテーマでございます。衝撃ですか？一夫多妻。はい、皆さんいかがでしょうか。これなんでこの一夫多妻にしたの？ですね、うん、2016年、17年は、うん、なんか不倫ってみんな騒いでたじゃないですか。16年もでしたっけ？そうじゃない？なんか、そっか、うん、去年はとっても多かったよね。去年、ね、なんかダラダラとね、うん、ダラダラとなんか不倫するみたいな、不倫って言えばいいみたいな感じもあったんじゃない？うん、そうだね。だから、そうそう、それで、うん、あとはその時に2017年の、うん、最後に思ったんですよ、いろいろと。最後に、うん、いろいろと、そうそうそう、この不倫とかについて。そうそうそう、はいはいはい。それからの一夫多妻ということね。ちょっとだから一夫多妻どうですか？一夫多妻今話します。あ、どうですか？違う、どんなこと話していいのか分かんないんじゃない？ああ、そういう意味。そうそうそう、なるほど。ですね、皆さん一夫多妻に賛成でしょうか、それとも別の、方法がありますか？一人を愛し抜くのか、それともいっぱいの人を愛するのか。うん、そうだね、一妻多夫とか。そうそうそう。あと多妻多夫、多夫多妻とかね。多夫多妻、うん、いろいろ、方法があると思いますので、現代、この現代社会何が一番いいのかとか、あと理想とかね、やっぱり、教えてほしいですね、うんうんうん、はい、はい。そして
メールアドレスは、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからが、ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。寝てるんですか？起きてますよ。起きてますね。はい、はい、はい、それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。なんて言うんだっけ。本日のオープニングナンバーはオープニングナンバーは、In the name of love、 あ、違うよ、マーティン・ギャリックス&ビービー・レクサで In the name of love です。ですね。ダメだ。なんだっけ、出た。何が疲れるとか、めんどくさいというこの意見です。何が何が一夫多妻疲れる。あ、いっぱい、ありがとうございます。久しぶりです、皆さん。一夫制が楽でいい。あー、へぇ。一夫一妻ね。一夫一妻。ちょっと、あと、画面止めるな。あとの顔が見えないね。また引っ張ってるよ。何が？三代目 JSOULBROTHERS。ブラジャーだ。あー、やっこだっけ。久しぶりすぎてグダグダ。いやいや、前やってた時もこんなもんだよね。違います、もっと上手だった。きっと。そうだっけ。寒い。あなた、なんかあれだな。何？北海道とか楽しかった。ムカつく。なんでムカつかないで、行ったらいいさ。育休議員が、え、違うと思う、ベッキーじゃない、ベッキーじゃない、ね、うん、ベッキーの衝撃じゃない、うん、ベッキーから始まってるよね。ベッキー去年のちょ、あ、うん、一昨年だよ。一昨年なの。お正月明けぐらいだよね。だってスマップの問題もあったじゃん。あ、うんうんうん、お、そういえば元カリスマ店員だったね。そうそう、違う、元サブ店員って、店員でしょ。たくさんの女性を均等に愛する配慮が、あー、はいはいはい、これ女性の皆さんもぜひ意見ください。今日のテーマ一夫多妻でございます。一昨年が議員、あ、そうなの、一昨年が議員、あ、へー、おはようございます。ベッキー去年じゃないって。去年ですか、うん、え、去年ベッキーちょこちょこテレビ出てたじゃないですか。だから許されたんでしょ。あ、へえ、そうなんだ、去年か。一昨年だったら引っ張りすぎじゃないか。だってスマップ解散したの去年でしょ。だから去年出てた。あ、一昨年か。ん？去年？去年、去年。じゃあ、ツイキャス以外にしよう。時刻は8時9分を回りました。はい、ツイキャスのコメントが続々と来ております。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。はい、エコザイルさん、おはよう。おはよう。はい、マスオさん、おはモーニングエイト、イエイイエイ。あれ、アコ、いつもよりテンション高めって来てます。100年ぶりだから。
あ、これラジオ出るのが好きなんだもんね。好き好き。石ころさん、おはもっこり、お初です。ん、おはもっこり、お初です。お初です。石ころさん、うん、知ってるよ、石ころさん。こ知ってるってよ、うん、いや大塚健二さん、おはようございます。埼玉は晴れ、今マイナス2度。やばい、死ぬ北海道は何度だったんですか。マイナスやっぱ言ってた。言ってた、5度とかじゃないですかね。雪降ってた。もうすごかった。あ、そう、いいな。あの爆弾低気圧の時行ったんですよ。そんな時あった。あの年末だったじゃないですか。わかんない。だったんですけど、うん、もうすぐ飛行機入れて、パニック起こしちゃって、飛行機で、うん、過呼吸になっちゃった。帰るっつった。うん、その下ろしてって言った。言わんよ言ってる余裕もない。そうなんだ、大変だね。太鼓さん、おはよう。おはようございます。お、あこちゃん、うん、うん、いいっすね。久しぶりです。そしてナルトラさん、おはようございしゃす。おはようございますちゃんとおはようございます言ってください。おはようございます。はい、お、いいっすね。クリウスさん、はじめまして、おはようございます。年明けからずっとバタバタでなかなか挨拶に来れずに、今年もよろしくお願いしますということで、こちらこそ今年もよろしくお願いします。お願いします。はい。ミヤちゃんペオンザビーチさん、おはようございます。私です。キキマラさん、結婚モリコンも好きな時にできて何のペナルティーもないのがいい。でも難しいだろうなということうん、そうだね。思うわ。え、あん、好きな時に好きな、じゃあカップルと一緒ってこと。結婚もさ、まあいいや。今日のテーマはですね、一夫多妻でございます。皆さん、去年から続く不倫騒動どう思いますかっていうことで、皆さんの理想を教えてください、結婚のね。そしてグレッグマッキーさん、おはようございます。おはようございます。すごいね、グレッグさん。グレッグさんアメリカの人で、うん、日本語書いてるよ。そう、すごいわけよ。あ、本当に、うん、へえ。銀トロさん、おはよう。あこさん、あ、すごい斜め。2016年12月31日にスマップ解散じゃなかったって来てますね。2016年。あ、ほらね、ほら、本当だ。2016年、育休議員の不倫。2016年、ベッキー不倫。2016年、スマップ解散。16年って言ったら去年ですよ。一昨年ですよね。去年は何なのじゃ。去年もだからこの細かいのが多かったじゃないですか。宮迫とか。あ、そう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 。あと誰がいたっけ。なんかいっぱいいたよね、でもね。あんまり、あれはスピードの。ああ、そうそう、それじゃない。それもそれも。あは、大変な世の中ですが。あ、そうそう、渡辺謙も不倫。そうそう、多かったですよね。渡辺謙も去年、一昨年ね。あ、いや、渡辺謙はちょっとイメージ悪いね。え、知らないですか。うん、知らん。だけど結構静かでしたよね、なんか。なんかこの人いじったらいけない感じがある。そうそうそう、わかる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 。マサオさん、今井絵理子議員は一線超えてないよって来てます。そうだよね、手つないだだけだっけ。でも俺これあながちさ嘘じゃないと思うよ。何が。この一線超えてないっていうの。あ、本当ですか。うん、なんでなんで。だってさ、酔っ払ったらさ、うん、できなくなる人がいるじゃん、男で。うん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 そうじゃないかなと思う。え、どういうこと。あ、じゃあいつもお酒飲んでたってこと。お酒飲んでやってたんじゃない、だいたい。で、電車、なんだっけ、新幹線の中手つないでたんだっけ。うん、へえ。よくわかんないけど太鼓さん、今日の山形晴れのち雪、最高気温0度、最低気温マイナス8度。今日寒いんですよね、全体的に全国的に。なんかさ、一昨日ぐらいで、うん、昨日が一番寒いから気をつけろみたいな、あ、へー、こと言ってたんだけど、今日寒くない。今日が寒い。今日寒い。なんかさ、昨日は今日が寒いから気をつけろって言ってること、もしかしたら今日になってまた明日が寒いから気をつけろって言うかもしれない。明日寒いかな。いや、今日が寒い。お、はい。これなんだよ、天気の話関係ある。いや、タイムさんがあ、ごめんなさい、そうだそうだ、コメント広げたら悪いですか。いやいや、天気予報かなと思ってたさあ皆さん、このようにまだまだメール、コメントお待ちしております。今日のテーマは多いね。何ですか。
一夫多妻です。そうです、一夫多妻で、皆さんぜひぜひ盛り上がりましょう。うん、一夫多妻というかその結婚制度ね、そう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 、あとは倫理観、カップルのそういったものについて、いろいろと盛り上がれればと思います。うん、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。さあ今日も疲れるでしょうね、山内さんは。Thank you. Weather report. Traffic line.もう今ちょっと疲れてますよ、皆さん。なんで疲れてるの？明日の方が高いじゃん、今日。はい、時刻は8時15分を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございますってオープニングだ、これ。はい、はい、79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。ありがとうございます。はい、まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。はい、今日8月12日、北の風強く、後やや強く、曇りところにより夜の初め頃まで雨だそうです。うん、波は4メートル、うねりを伴うそうです。降水確率は、朝の6時から昼の12時までが 20%、うん、で12時から、夕方6時までが 30%、 で6時から、夜中、うん、24時までは 20% です。で日中の最高気温は13度です。寒いっすね、やっぱり今日は最高気温が13度だって。うん、はい、沖縄本島地方では北の風が強く吹いており、しけています。12日昼前まで強風に、13日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。14日にかけて空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り合いに扱いに注意してください。はい、以上ですか。以上です。はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路ですが、今の時間目立った混雑渋滞ないです。スムーズに流れています。一般道は渋滞がちらほら見られますね。国道330号維新田の交差点から、ズケランまで渋滞、ライカム向け渋滞となっています。ですね、また宜野湾市内前原交差点から王者な交差点、県道34号は、王者な向けで混雑が続いています。国道330号公営の交差点から西原インターチェンジまで北向けで渋滞となっています。公営の交差点から西原インターチェンジ入り口まで、長い渋滞続いていますね。そして、ですね、大平のこのインターチェンジから古島ジャンクションまで渋滞と混雑が続いています。また国道58号線那覇向け牧港からアジャまで長い渋滞が続いています。また北向けでも牧港で若干渋滞が見られます。やはりあちこち混んでますね。皆さん気をつけて、運転していただきたいと思います。以上です。はい、どうですかこの見える天気、表現してください。雲多めですね今日ね、意外に、まあ、意外に、いや、なんか晴れるかなと思ってた。なんで本当ですか。なんで晴れると思ってたの。天気予報見てから。あ、今日晴れだったんだ、天気曇りだった。話しよ。はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。かっこいいなこれ。OK? 続いての曲はマルーン5で Wait。
かっこいいな、これでしょ、うん、なんで3曲しか選曲してきてないの。なんかリクエストする人いるじゃないですか。皆さんリクエストもお待ちしております。聞きたい曲ありますか。あ、一夫多妻にしたらできない人多くなりますかね。逆に、あ、多くなるのかな。じゃあ一妻多夫にしたらいいじゃん。あ、違う、なんだっけ、一妻多夫、あ、違う、どっちも多いやつ、多夫多妻、多夫多妻、わかるわかる、それわかる。いや、養いますよ。じゃあ相当の魅力がないと。いや、大丈夫。え、魅力なくてもくっついてきます。一人くっついてくるぐらいの魅力があれば大丈夫じゃないか。ああ、いいね。ふぃー、うしあるみたい。ひいさぬ、あ、すごい、森ふみ、ひいさぬ、寒いですね。雪降ってる、あ、この画面に、うん、タフタ再生だったら結婚しなくていいんじゃない。そうだね、結婚は女性が望むんです。あ、だけどさ、結婚しないとさ、子供とかさ、あ、確かにね、この、なんて言うんだろう、ああ、どうなるんですかね。いや、でも子供をやっぱ扶養しないといけないから結婚制度は必要じゃないか。そう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 、だから今これ話しない子が、ああ、はいはい、話しよう。次、今日は何の日ですよ。あ、はいはい、もうなんかさ、皆さん久しぶりでちょっと疲れるわ、こう。はぁ、なんで疲れるの。ヒヤヒヤするの。ヒヤヒヤする。あこさ、これが盛り上がるだろうって振ったら全く盛り上がらなかったりするから難しい。あこかってこと、うん、あ、乗ってこないってこと。そうそう、 あこ、ラジオは何だった。あこのポイントじゃないんだはずね。うん、ラジオは何だった。盛る。違った、何だった。俺も知らないし、なんだっけ、喋るんだった。ラジオで喋るだっけ、なんだっけ、教えてるな。あ、ほら、山内さんが疲れるイコール僕が癒されるんだって。じゃあよかったさ、名言じゃん。あ、CM か。はい、僕ね、こう見えて気使いやだから結構疲れるんですよね。へぇ、あ、聞いてるんだ。聞いてますよ。これ音小さいからさ、聞こえるよ。ちっちゃすぎるかも、だけど自分が喋ってるから聞こえない。いや、喋ってんだもん。そんなもん。今日は何の日のコーナーです。感情のない平安。あー、言われる。あまり人に興味ないもんね。うん。自分以外に。時刻は8時24分を回りました。モーニングエイト金曜日、アコがお送りしております。あ、山内さんもいるよ。はい、はい、今日のテーマは、うん、一夫多妻です。皆さん、一夫多妻、はい、今日もメールをお待ちしております。はい、メールアドレスは、797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。はい、え、それではこのコーナーどうした。今日は何の日のコーナーです。はい、まずは沖縄手帳からご紹介します。はいはい、はい、今日1月12日金曜日、赦光、赦光、木の枝立つ、うん、
で旧暦の11月26日です。満潮時刻が4時38分と15時58分干潮時刻が9時53分と23時2分です。お、出来事がない。あ、珍しい。ないですね。ないですか。それではネットから本日の歴史的な出来事を教えましょうね。お伝えしましょう。はい。今日はスキー記念日だそうですよ。いいですね。宮中歌会始め、さらにパンの日、これは毎月でございます。なんで12日パンの日なんだろう。さらに豆腐の日、これ12で豆腐だね。うーん、毎月です。これもへえ。パンの日、豆腐の日を毎月にするあれがなんだろうね。食べようってじゃない。なるほど、いいこと言うな。本当ですか。そうじゃない。ですね、どれ行こうか。板垣退助ら日本初の政党を結成した日、1874年の今日。うーん、わかります。板垣退助知ってますよ。本当？うん、習った。あなた意外とあれだもんね、こう見えるけど勉強ちゃんとやってるんだもんね。うん、あ、そうでもないんだ。やってますよ。はい。第1回日本全日本スケート選手権が開催された日、1930年の今日。NHK 大相撲のラジオ実況中継開始した日、1928年の今日だそうですよ。アガサ・クリスティが亡くなった日、75歳、1976年の今日。わかります、アガサ・クリスティ。わかんない。小説家ですね。あ、へえ、はい。じゃあ誕生歌を。誕生歌は庭なずな。庭なずな、はい。花言葉は優美。優美、優美、いいですね。優美、うん、いいですね。優しい、美しいとか言って優美。あ、いい、素敵。素敵ですね、うん。以上以上、今日は何の日のコーナーでした。メール読もうか。はい、メール。あ、メールがない。モミさん、俺が読むからさ。どこだ、メール、待って。これか。はい、時刻は8時27分を回りました。さあ、今日のテーマは一夫多妻ということですが、うん、あ、まあ、あのちょっと関係ないメールも来てるので紹介します。モミさん、はい、さやまちさん、今日誰かね、サッコか、モミやびしが、今日はアコでございます。はい、アコです。モミさん、よろしくお願いします。ということで、モーミーさんと、あと美咲さんという女性のですね、方の LINE 画像が送られてきているので、うんうん、読みたいと思います。微笑ましい出来事だそうです。モーミーさんがね、お疲れ様、金秀にうんぽしに行ったらペパーがなかった、助手のところにもなかったさって、LINE 送ってるんですよ、モーミーさんがね。で、この美咲さんが、お疲れ様です、そうなんですか、今すぐ補充してきます、え、拭かないで出て行ったんですかに対してモーミーさん、うん、隠れてパンツ洗ってる、え、金秀でですか、金秀では洗わん、お家でさ、というやり取りを載せていますが、どうですか、あこさん、どうですか。ああ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。何が何が違う、こっちが何かですよ。何がいいんですか。この報告何なんだろうと思って、はい、え、面白いね。どう思います、面白い、面白い。じゃあちょっと待っといてって言うかも。何を。今から持っていくからって。うぃし、優しいでしょ。持っていかんだろ。いかん。優しくないじゃん。はい、ありがとうございます。もう一つ来てますよ。はいはい、はい、どうぞ。読む、うん、はい。アコおはやう、ブチュ、ヤマチンおはやう、エコザイル出すよ、一夫多妻、自分は一人でいいな、ヤマチンみたいにうやき、あ、金持ち、うん、じゃないしね、笑い。そういえばアコいつ飲みに行く、ヤマチンのおごりで、じゃあ後からやーって。すごいね。すごい。
あの、うん、はい。何が？あ、うん、いつ飲みに行くって。いつ行きますか？あ、いつがいいですか？僕行かないですよ。だって山ちんのおごりでだよ。ね、嫌だ。あ、何これ。あ、ツイキャスが終わったんじゃないですか。びっくりした。何、はい、更新してください。はい、もうそんなことも忘れたの。はい、更新した？ライブを開始した？してますよね。してないですか？してないですね。してないですね。やってください。さあ、今日はイプタサイということで、ですね、モーミーさんがね、コメントも来てます。ワンコ都市ブラック町になるはず。一夫多妻制度にする。あ、本当にできるかな。いいんじゃない。結構だけど、だからそうそうそう、うん、意外に、うん、賛成する人多いと思いますよ。アコは。これ男性は多くても女性はどうなんですか。いや、女性もいると思う。だってさ、不倫するんだからさ、相手がいるんじゃん、女の人が。僕だからさ、あれだと思うんですよ、うん、不倫する女性は、うん、なんていうのかな、もう既婚者とか関係なくこの人が好きになってたまたま既婚者だったっていう方が多いんじゃないかと、うん、いや、既婚者好きな人もいるさ。あ、そう。いる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 。あえて、いるいるいる、あえての、いるいるいる、うんうんうん、いるいるいる。教えて、こん、え、教えて。あ、はい。だから、そうそう、だからさ、安倍総理とかがさ、はい、じゃあもう一昨年と去年は不倫が多かったんで、うん、じゃあ法律変えますって言って、うん、したら意外に、うん、多いと思います。多いっていうか、この何で可決っていうの。たださ、ただいろいろ来てますよ、やっぱり。何何、一夫多妻、うんうん、一夫一妻制が楽でいい。マスオさん、楽とかじゃなくてさ、うん、タイムさん俺は反対だな。疲れる、だるい、そうなんだ。そうそうそう、意外でしょ。意外ですね。疲れるって。疲れる、うん、あー疲れる。じゃあなんでするんですかね、する人って。ですね、疲れる理由ね、マスオさん、うん、たくさんの女性を均等に愛する配慮が大変そう。あ、別に均等に愛さなくていいんじゃない。え、いやいや、だけどさ、均等っていうか均等になるんじゃない、多分。なるかな。なると思う、アコは。なるっていうか、やっぱさ、うん、1対1の夫婦じゃないですか、うんうん、やっぱ外も見たくなる時もあるじゃん。はい。だから外も 見たらやっぱりちょっと、うん、なんていうの、分かる、新鮮、そう、新鮮さが、で、また戻ってきたら、あ、やっぱ落ち着くなみたいな。だから、なんていうの、いい感じなんじゃない、わかんない。ただそれがいっぱいいると確かに疲れるんじゃない。ただ僕は、じゃあ2人まで。いやいやいや、え、2人はちょっと足りないかな。足りないの。どんだけよ。あれなんですよ、均等に別に愛する必要なくないかなと思って。どんなって愛すのじゃ。ん、そしたら別に、じゃあそれにしなくていいじゃん。違う違う違う、じゃあさ、僕の奥さんがアコとして、いやだ、うん、まあ何人かいますよね。はい、今はアコがいいと、うんうんうん、そういう時期があるさ、一応。あ、しろしろしろ。何これ、あるらしいですよ。でもやっぱアコもまあちょっともうマンネリだなってなったら、また別のとこ行くとかさ、そんなんじゃダメかね。だからこれが不倫だよね。ダメ、ダメ、不倫になるから。だから一夫多妻でいいんじゃないの。ダメ、一夫多妻、一夫多妻、うん、で逆に、うん、じゃあ一妻多夫どうですか。一妻多夫、うん、でも一人だから僕は嫌だ。はだったら多夫多妻がいい。あ、多夫多妻、うん、そうそうそう。だからさ、さっき誰か言ってたんだよ、うん、なんだっけ、タフタサイ、うん、タフタサイってすごく人数増えますよね、人口。人口人口増えません。あ、いいじゃないですか。じゃあだからいいんだろうね、きっと、うん。マサさん、一夫多妻にしたら結婚できない男性がめっちゃ増えるよね。相当な魅力がないとたくさんの妻は養えないってきてますが、
どうですかね。僕ね、結局一夫一妻とか多夫多妻とかにしてもできない人はできないと思うんですよ。そうですか。思う。分からん。できない人はできないでしょ。一人とちゃんと結婚するぐらいの魅力があれば、うん、ああさっき言ってたね。そう、できるんじゃない。うん、あ、そうかも。うん、だから今結婚できてないというか、まあやりたいけどできてない方というのは、うんうん、結局制度が変わってもできないんじゃないのって思うけどね。違う、わかんないよ。わかんない。違う、だから、うん、俺は一人の、うん、あの女の人ではもう無理だって言って結婚してないかもしれないし、わかる意味。どういうこと。俺は一人の、うん、あの女の人ではもう無理だから結婚しないって言ってる人もいるかもよ。あ、だからこれが一夫多妻 OK だよって言ったら、あ、だったらするみたいな。ああ、なるほどね。そうそうそう、いるでしょうね。そうそうそう、同じくマスターさん一夫多妻でも多夫多妻でも一番好きなの誰とか聞いてくる無粋なやからがいそうだな。一番好きな誰、いそうだね。いそうだね。いそう、いそうだね。やだそういうの。やだね。どうする。だってさ、うん、一夫多妻 OK のやつ順番ないじゃんね。え、つける、順番つける。その中でもないよ多分ね。やっぱ同じぐらい好きだと思うわけさ。さっき言ったみたいに本当に時期によるんですよね。やっぱ今こことこう合うなとかさ あるじゃんやっぱり。あ、うん、わかる。だから女性もそれでいいと思うんだよね。無理して一人と付き合ってたら大変じゃん。無理してるかわかんないけど、でもほらちょっと仲悪くなった時でも、うんうんうん、やっぱりなんかいいんじゃない。このちょっと今ちょっとギクシャクしてる夫婦で、うん、なった時に市役所行ってから、うん、ちょっと申請出して、うん、浮気していい期間もらうわけ。よくない。それはいいですけど。でちょっとじゃあ今だったら大丈夫ですよって先生が。それの審査はどうする。半年ぐらい審査どうする。ちょっとこの闇具合で。あ、闇具合。そうそうそう。それでお互い夫婦で話し合ったんだったらじゃあ OK ですね、うん、じゃあ半年ですよって半年この切符もらうわけ。半年は短くないか。いやいやいや、足りない。2年ぐらい欲しいよ。忘れちゃうじゃん顔。ですね、なんか気になるあれとかありますか。コメントいっぱい来てるね。ひふみさん、何キントンを愛する話って来てますが、違います。何すかキントンを話す話、愛する話。あの一夫多妻の話です。そうそうそう。はい、一夫多妻。エコザイルさん、自分の知り合いに女性に縛られるの嫌なやつがいるから、うんうん、一夫多妻でもやつは結婚できないなって来てますね。一夫多妻でも結婚できない。うん、なんで。縛られるのが嫌だって。あ、一緒にいられないってこと。暮らせないの女の人と。結局女性にこう縛られるのが嫌なんじゃない。今日どこ行くのとか。ああ、じゃあ聞かないでって言えばいいんじゃない。え、聞かないでって言ってそれが済むんだったらみんなそうだよ、ね、仲良くできるわい。あ、もう嫌だな、聞かないの嫌。どこ行くのみたいな。そうそうそう、いや、あんま好きだよ。でもほっとかれるのも嫌なんだろう、あんまり。うん、うん、あのほっとかれたい。ほっ、なんていうの、あのアコがかまってほしいときにかまってほしい。ああ、うん、あなたわがままですもんね。そうなんです。アコは大変だと思いますが、皆さんまだまだメールコメントお待ちしております。今日のテーマは一夫多妻です。そうです、一夫多妻。ぜひ皆さん、いろんな忌憚のない意見を教えてください。よろしくお願いします。あ、これ知ってるな。最近多いような感じだ。続いての曲はチートコーズでノープロミシーズフューチャリングデミロバート。いいっすね、やっぱ面白いね、このテーマは。うん、あのさ、なんかね、日本に
日本人同士のイプタサイ家族があるってテレビで紹介されたって。あ、分かる分かる、なんか見たことある、見た見た見た。これをちょっと後で紹介してみない。奥さん3人だっけ。奥さん3人で、なんか養子なんですよね。そうなの、養子だっけ。なんか、すごいなぁ。批判の嵐って、こっち寒いんですよ、暖房も入ってないし。暖房入れないよ普通。え、どこがですか。スタジオ。スタジオは、うんうん、パソコン壊れちゃうから。うん、すごい、あ、家族にするために入れるんだ。すごいな、この衝撃相当だったんだな。なんで？この日本のイプタサイの人。衝撃？うん。へえ。すごい反響だったみたい。あ、そうなんだ。アコは第二夫人とか第三夫人とかには嫉妬しないの？不倫の方がいいんじゃない？一瞬だし。あ、これ一番じゃないと嫌です。これはだから後でまた話してましょう。はい。あ、いいな。今日のテーマはひふみさん、一体、はい、今日のテーマは一夫多妻です。はい、ひふみさんは一夫多妻どう思いますか。ひふみさんかっこいいよ今日。本当に？うん、ひふみさん性格も顔もいい、うん、本当に、うん、最高じゃないですか。だからひふみさんとかは一夫多妻がいいかもね。ひふみさん既婚者なの。うん、仲良しで奥さん。ん、奥さんと仲良し。いいじゃん、仲良しだったら別にそれでいいんじゃない。男の本能としてさ、やっぱいろんな女性とこう交わりたいっていうのがあると思うんだよね。あの子孫繁栄。うん、あ、動物的ですね。ダメですあ、ダメです。あ、すごい。なぜなぜ。あ、結構反対も多いんですね。なぜなぜ。多いかなと思ってた、賛成が。反対多いね、今のところ賛成誰もいないんじゃない。ね、いない、山内さんぐらいあ、違う。あ、まあいいや。テーマいつ？あ、テーマってか、あのコーナー。コーナー今だよ。次ですか？うん。タイトルコールしてね。コーナータイトル。はい。これか。なんだっけ？あ、ワンツースリー。はあ、寒い。あ、ワンツースリーだけ？ワンツースリーですね。アコのワンツースリー。夢ごとなくなると生きる原動力がなくなる。夢ごと。じゃああれさ、一夫多妻でいいじゃん。違う違う。一夫多妻はもうオープンじゃん。ああ。ああ、かこそこそしたいってことね。隠れてやりたいってことね。悪いな。俺今いい男だよって言ったのちょっと訂正しろね。プロの店で欲求を満たしてください。へー、そういうのじゃないよね。そう、体だけじゃないんですよね。本当に。セミプロって何あれスナックのネーネーとか。そう、僕風俗行くよりスナックの方がまだ全然いいっすね。
そう、体だけじゃないんですよ。時刻は8時45分を回りました。モーニングエイト金曜日、アコと山内がお送りしております。さあ今日、一発目ということでアコのコーナー行きましょう。はい、じゃあタイトルどうぞ。アコのワン・ツー・スリーです。はい、もうちょい気合い入れて。はい、このコーナーは、はい、アコの、はい、このアコの何ですか、ワン・ツー・スリーを発表するコーナー。アコがですね、独自の価値観を持ってるんですよ、この子は。やっぱりね、ちょっとあのなんていうのかな、人と全然違う考え方というか、あのちょっとイカれてるんですね。なので、アコがこの見たいろんなジャンルのワン・ツー・スリーを発表していくというコーナーでございます。皆さんぜひぜひ、それかよみたいなツッコミもあれば嬉しいですね。普通ですけどね。だけどそんなに期待しないでください。普通のワン・ツー・スリーですよ。そうですか、はい、じゃあ今日はジャンルは何ですか。今日はね、あの、うん、年末に北海道にアコ行ってきたんですけど、うん、北海道のワン・ツー・スリー。北海道のワン・ツー・スリー、アコ的ワン・ツー・スリー。北海道の魅力。うん、魅力だね。なるほど、北海道の魅力、はい、じゃあどうぞ。これ普通に言っていいですか。第3位。第3位、札幌クラシック。知ってます？あのね、居酒屋の名前、違う違う、札幌黒ラベルか、こっちに売ってるのは、うん、ビール、うん、あの星のマークのビール売ってるじゃないですか、うんうんうん、あれじゃなくて、うん、札幌クラシックっていう北海道だけに売ってるのがあるんですよ。ビールが、この黒ラベルの、あの一緒かな、なんか札幌のね、札幌バージョン、なんていうの、うん、これもう超美味しい。本当？本当本当本当。あ、びっくりした、あの最初に飲んだ時。本当に？うん、それでこれ北海道にしか売ってないんだって。お土産は明日届くよ。明日届く。じゃあマジでちょっと飲まして、うん、1本でいい。札幌クラシック、うん、じゃあ次行った時買ってきますね、札幌クラシック。届くなら明日。明日届くじゃあ1本ぐらい。そんで本当にさ、びっくりした、美味しすぎて、ね、飲みやすいし、なんかクリーミーっていうか、なんか泡もなんかそんなソフトだし、なんかびっくりですよね。本当にもう衝撃を受けた、これビール。なん今まで何飲んできたんだろうと思うぐらい。嘘。だからこ、2回目だったんですけど、もうたこれも楽しみで行きました。だから札幌クラシック飲むって。だからそれぐらい行ってるんだったら、うんうん、1本ぐらい飲ましてよ。明日来るんだろ。多分、まあ、次に道の幅。道の幅が北海道って、道の幅ってもうとてつもなく広いんですよ。あ、そうなんだ。もうなんでってくれ、あのなんでこれあんなに広い意味あるくらい。だけどやっぱり雪降るから積もるじゃないですか、うん、でこれを寄せたりするから、あー、それでだからみたいなんですけど、広いって言ってもさ、ただ広いですよ、なんか無駄に広い。ちょっと表現して。えぐらい、なんて言うんだろう。広いですよね。それで分からんだもん。北海道の人いないのかな。もうさ、例えば5パチ5個分ぐらい。うっせだよ、5個ったら相当だよ。大げさかだよな。だけどとりあえず道が広いんですよ。大きあ結構や、沖縄ってやっぱ狭いよね。でもこのほら通り結構広くない？いやいや、ここもうこれで片道ぐらい、うん、この全部で。そうそうそう、本当に本当言い過ぎだろ。広いですよ、本当に広い。4車線ぐらいあるわけ。じゃあ車線は2つで、そう、道がこれぐらい広いってこと、うん、とりあえず広いし、このサイドのさ、空港から出たらなんか森みたいなのがあるんですよ、うん、はいはいはい。もう無駄に広い、すごい。増田さんからコメント来てます。でも東京とか大阪とか都会はもっと広いよね。道ですか、うん、どうする、そうなの、どうする。いや北海道が広い。札
の街もさ、やっぱ広かった。そうかな、都会も。俺一回行ったことありますけど、そんな北海道のワンツースリーの2番目に2位に道の幅なんて持ってこないですけどね。まだ塗装されてなかったんじゃん。舗装？あ、てめえ何時代だわしは。あ、そうなんですか、マスオさん。沖縄もともと米軍米何これ米車米軍米車サイズ。だから日本は広いんだけど、広いんですか、沖縄も。広いよ。広かった、もっと広かった。そんで、はい、終わり。次1位いきましょう。やばくなったら終わらすね、この人。はい、じゃあ続いて第1位。雪。やっぱりさ、雪だよね。1位が雪？もうあ、これ海鮮食べにとか。うん、それ目的で、うん、最初行った時も、うん、あの行ったんですけど、うんうん、雪には勝るものはなかったです。ちょっと言っていいですか、はい、物申していいですか、はい、雪ってさ、別に北海道以外でも見れるじゃないですか違う、なんであえて北海道で雪なんですか。北海道といえば雪じゃないなんかだけ、これアゴの子供もザブー見せたよアゴやりたかった。あなた子供がいるって言ってもいいんだね。うん、知ってるよみんな。あ、そうなんだ。そんで、うん、雪だるま作ったし、うん、で、タオルも回した、あの外で。おお、固まった固まった固まった。剣みたいになってたよ、うん、剣みたい、ああ、嘘、剣みたいシュッて。すごいね。そうそうそう、やっぱ雪だよね。ほら、タイゴさん、今屋根の雪見てるよ質が違うのかな。いや、一緒だよ一緒ですかだってさ、青森とかさ、絶対雪いっぱい降ってて、なんか綺麗っぽいんじゃない。北海道も綺麗ですよ。いや、北海道も綺麗だろうけど、うんうんうん、北海道だったらもっといろいろありそうだけどな。え、札幌のね、町は好き、大好き、住みたいと思った。住めば、住もうかな。住もう、住みます、一緒に。なんで一緒に分かったやだって、俺が先に言おうしたのになんで取るっていうことで、はい、ありがとうございます。アゴの今日は北海道のワンツースリーでした。北海道バージョンでした、はい。それではここで1曲をお届けします。クーラシェイカーでタバ。54分ニュースですよね、次は。あ、寒い。面白いね、やっぱり。面白いですか。面白い。北海道、北海道じゃない、あなたね。本当ですか。だって2位でさ、道の幅って見たわかびっくりですよ、道の幅俺北海道行ったけど、そんなにびっくりはしなかったよ。違うの見てたんだろうね、じゃあ。風景とか見ません。見るよ。あの、葉っぱも生えてないじゃん、葉っぱも木って。綺麗ですよね。黄色だって綺麗だなと思ったけど、北海道ビーキー着眼点ね、着眼点面白いね、やっぱりね。地吹雪、地吹雪、地吹雪って何ですかね。はい、この駅かければよかった、この駅かっけよ。あ、へえ。ね、食が一個も出てこない。ビールって。あ、食？うん、美味しかった、美味しかった、ご飯も。海鮮食べたんですよ、あの、なんか市場みたいなところ。あ、なんかありがとうございます。ちなみに、僕はもう、やっぱりね、皆さんの気になってることを聞く代表ですから、聞きますけど。うん。誰と行ったんですか？家族で行きました。はい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 。はいはいはい、出た。はい。嘘つき。ほんとほんとほんと。それこそあなた今日のあれじゃないですか。ん？うん？違う違う。違う。なんでニヤッとしたの。彼氏も含むって。彼氏できないよ、アコ。アコね、彼氏できないんですよ。あ、おはようございます。AKB ファンさん。なんであなた彼氏できないんですかね。性格悪いからじゃないですか。なんでよ。難しいからな、こう。
何ですかね。まず人に合わせきれんからな。うん。うん。彼氏ないよな。美人なんだけどね。彼氏性格いいよってありがとうございます。いや、マスオさんこの1時間半だけ切り取るからそう見えるだけだよ。なんで悪いみたいさ。癖が強いんだよね。そう。多分だからさ、可愛いのは分かりますよ、僕も。ありがとうございます。認めますが、あの、もったいない、本当に。じゃあ理想が高いですよ、スーパー。理想は高くないだろ。え？理想は高くないだろ。高いっすよ。高いっすよ。足もべを探すといいかも。いいかも。なんか一切妥協しないんですよ、この人。な、なんで妥協しないですか、こう。いろんな面で。へー。癖が強え、そうなの。よし、じゃあちょっと話しましょう。はい、時刻は8時56分を回りました。さあ9時台はですね、ニュースの後、今日のテーマトークいきましょう、うん、ね、はい、今日のテーマ何ですか。一夫多妻です。そうです、一夫多妻。皆さん一夫多妻どう思いますか。なんかね、日本でもこの前テレビ番組で一夫多妻のやってる人が出て、相当あれがあったらしいですね。うん、なんだっけ、なんだっけ、反響、反響、うん、うん、なのでそれもちょっとね紹介したいと思います。皆さんどうですかね。はい、一夫多妻に対する意見、ご感想などなどを教えてください。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。さあ9時台も楽しくいきますので、皆さんぜひぜひ最後までお付き合いください。なんか言って、はいはい、あとでね。わかる、グーでね。あ、ありがとうございます。これでもまたしないといけないじゃん。ん？更新しないといけないじゃん。寒い。皆さん本当に沖縄今寒いっすよ。うん。多分秋田に負けてないと思うよ、太郎さん。な。本当はこの新聞もやってほしいわけよ、こう。うん。いいんですか、ここが読んで。だからそうなんだな。あなた漢字読める？漢字読めない。振り仮名打ったらいいんじゃない。サブサブ、あれ、太鼓さん飽きたじゃなかった。飽きた。子宮院長春知ってるんだ。誰です？子宮の人なんですよ。子宮の人なんで知ってるんだろう。なんか子宮の人、子宮の、なんていうんですか、子宮の、なんかね、なんていうんですか、子宮のなんか、あれを押してる人。何言ってんだ。なんで子宮の人って、おかしいだろ。そう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 、ほらほら。関係ある。長崎、長野県でしたっけ。
違う、山形だっけ、どこだっけ。この時間は沖縄タイムス琉球新報八重山日報沖縄本島版より記事をお伝えします。まずは沖縄タイムスの総合面から。新沖縄戦略10月にもということです。次期沖縄振興計画を見据えて組織された県庁内部の新沖縄発展戦略チームが長期的視点での重要施設や課題を示す新沖縄発展戦略の策定を進めています。新たに打ち出す海洋政策は広大な海域に囲まれた沖縄の特徴を生かし海洋資源を活用して離島振興にもつなげる狙いがあります。その他沖縄本島東海岸の経済活性化や那覇空港の需要増を見据えた整備の在り方なども検討します。10月頃をめどに報告書をまとめる方針で次期振興計画に反映させる考えということです。続いて琉球新報の社会面から。ユーレール40分停止、ブレーキの不具合。11日午後4時40分頃、沖縄都市モノレールユイレールのおもろ町駅で首里行きの車両が出発しようとした際、ブレーキ系統の不具合により発車できなくなるトラブルが発生しました。午後5時24分に運転が再開されるまで40分余りにわたり全線で運転が休止しました。同社によるとこのトラブルでおよそ2470人の乗客に影響が出たとのことです。動けなくなった車両を別の車両が押して首里駅まで運びました。同社は12日以降車両を点検してトラブルの原因を究明するとのことです。続いて八重山日報沖縄本島版の一面よりお伝えします。尖閣接続水域に中国軍艦艇、初の潜水艦政府が抗議。防衛省は11日尖閣諸島大正島付近の、領海外側にある接続水域で潜った状態の外国の潜水艦1隻と中国軍のフリーゲート艦1隻が航行するのを確認しました。領海侵犯はなく2隻は同日午後に接続水域を出ました。防衛省は潜水艦も中国軍とみて海上自衛隊が情報収集と警戒監視に当たりました。海上警備行動は発令しませんでした。先行した外国の潜水艦が日本の接続水域に入ったのは2016年2月以来6回目で尖閣諸島周辺では初。首相官邸は危機管理センターの情報連絡室で情報を収集分析しました。以上 FM 宜野湾よりニュースをお伝えしました。やってよ、へいってどうでした、やってへいってあー、なんか可愛らしいなんでいいぞ変顔して自分がレジ変だったの、変顔そんな全国ネットでできないですよ。全国ネットじゃねえよ世界世界でもねえよツイキャスって世界じゃないの。世界だけどさ、世界中の人たち別に見てないさかわいいって、ありがとうございます。優しいな、みんな。普段生活しててさ、かわいいとか言われないの。言われますよ
アンコールアンコールなんか嬉しいだろん、可愛いとか言われないはずだから。うん、嬉しいっすね。うんうん、ブラセフって何だろう、ゲームか。あなた子供はゲームもやってる？うん、バリバリ。何を？何を？ DS とか。なんだっけ、スイッチ。あは。DS もやってるよ。ゲーマーやし。超ゲーマー。スイッチさ、面白い？面白いみたいですよ。買ったの？欲しいの？うん、なんで？ゲーマーなの？これ？うん。あ、へえ、意外。プロ並みの。へえ。ちょうだいゲスイッチ。うん。ここ俺にお歳暮持ってこないから。ん？お歳暮持ってこないから。明日届きますよ。何でも明日届く、明日届く。急所じゃなかった？山内さんたち急所。急所。2月じゃん、2月。あ、サッカーゲーム好きですね。へえ、そうなんだ。うん。FM ギノアもお聞きの皆さん、改めましておはようございます。1月12日モーニング8、9時台始まります。ギノワン市キユナ、ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、金曜日担当アコと山内がお送りしております。よいしょ。9時台も元気にお送りしますよ。そうっすか、なんか眠そうな声ですよ。はい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは一夫多妻です。これ作工がもう喋りたくてしょうがないテーマだすな。あ、そうなんだ、うん、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、へえ。一夫多妻なんで、サコさんあれなの？こういう系はもう喋りたくてしょうがないですよ。そういう願望があるんですか？違う違う、こういう、なんていうの、好きなの、こういう話好きじゃん。さあ、メール来てますよ。タイトル、メールタイトル、飲み屋に行きたがる人はきっと一夫多妻制を望んでそう、かっこ笑い。そうなんだ。どうでしょうか。あこさんに山内さん、今日も元気におはもっこり。おはもっこり。おはもっこり。石ころです。山内さんが今欲しいのはきっとアコの取説だと思う。売ってますよ。売ってるの。売ってる売ってる。マスケア、もうそんなのタダで配ってくれない？なんでよ。なんでわざわざ買うの？超熱いはずアコの。超熱いはず、本当に。俺が逆に作ってから売るかな。いいんじゃない？売ってくださいよ。あなたを好きという人に売ろうかな。いいと思う。なあ。でもさ、今。のところ俺が一番アコの取説分かってるんじゃない？いや、どうだろうね。そうでもない。じゃあ他人でよ、他人で。うん、アコの家族も分からないと思う。家族は分からないと思う、アコの取説は。せ、分かるだろ。いや、分かんないと思う。よしさ、うん、じゃあ俺が一番分かるし。いや、違うな、誰だろう。で、いないだろ、そんなの。はい、はい、メール読まないですか？読む読む。して一夫多妻あんまりかな。あ、今よくても子供孫の代でいろいろ問題ありそうさね。うん、でもリフレッシュって意味ではいいのかもしれないね。うん、そしたらあらゆるジャンルの女性を妻にしたい。へえ、わかるわ。贅沢だね。でもさ、うん、どうせやっぱ男に生まれたからにはいろんな女性と、うん、こう交際したいというのはあるよね。これ子孫繁栄でしょ。これ本能というより何だろう。本能じゃない、多分動物的。合ってますよ、きっと。合ってる。このこういう気持ちになるのは多分しょうがない、正常なんじゃない。しょう、正常だと思いますよ、アコは。あなたこの一夫多妻どうなんですか。うん、どうなんですか、うん、一夫多妻。うん、アコは一妻多夫がいい。え、一妻多夫。
アコ一人に何人か男が欲しいんだ。あ、やだな。どっちどっちも嫌だ。ほんと、なんだっけ、タフタサイ、タフタサイがいいかも、アコも。おう、うん、タフタサイ。ほんとに、うん、あれだよ、だから別に例えばあなたと付き合いする男は、うんうん、自由に他の女にも手出していいんだよ。それでいい、いいんですけど。で、アコもいいんでしょ。アコもいい、いいし、別だけど、それはその状況とかは知りたくない。あ、だから状況も別に教えなくていいじゃん。別に、あ、じゃあそういう制度だからいいんだよっていう感じでしょ。そう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 、うん、アコはね、アコはどうなんだろうね。ちゃんと考えたら。ちゃんと考えてみてください。これで、ね、実は前あの飲み会でもちょっと話題になったんですよ。あ、へー、うん、そうなんだ、うん、僕はタフタサイがいいっていう話をね。どうなんだ、実際になったらいいですか。僕はね、これ何ね、さっきのあの行ったやつみたいな感じで、この飽きたら次行くの。変な言い方だな。なんで飽きたらじゃない。飽きたらっていうか、ちょっとあ、ちょっと最近つまんないなと思ったとか、隣に行くの。例えばね、その女性もこのなんていうの、男性に対して 100% はないじゃないですか。 100% の相手って。いや、あるんじゃない。ないよ。なんで男なのに。何どういうこと。ないよって。 100% のやっぱり相手っていないと思うんですよ。あ、本当の声をしてないな。いやいや、本当に本当に。いや、どっかやっぱりこう、なんていうの、例えばね、ちょっと長く 3,4 年付き合ったら、うん、やっぱどっかちょっと、うん、飽きるってこと。飽きるとは違うと思うんだよね。え、ああ、ちょっと悪いとこが見えるってこと。まあ悪いとこは最初から見えてるけど、うん、まあ難しい、この辺は。だからそれを埋めるためには、うん、やっぱ別の人に行かないと、この人ともうまくいかないわけよ。わかるわかる、それわかる、うん、わかるわかるということ。で、うん、新たにこの人の魅力をまた探るとか、うん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 、あるいは別に、なんていうの、同じぐらい好きであればいいじゃんっていう。これ本当にラブなの。みんなラブ。みんなラブ。ああ、一人もライクはいない。一人ぐらいはいるかもしれないけど、いる。あ、でもあまりラブもライクも変わんないよ。この行為はさ、みんなとするの。もちろん。あ、へえ、器用だね。器用かな。器用じゃない。だってやり方は一個しかないじゃん。そうだね。なんだそりゃ。待て待て、うん、はい、いっぱい来てますよ、コメント。はい、なんで、読めよ。でどっから読めばいいんだろう。うん、どうですか。あー、すごいすごい、アコのさ、うん、鳥なんだっけ、鳥説、うん、ほら、愛読書にしてるってよ。読書するってよ。大吾さん、来てください、爆笑してるわって。笑えるんですかね、アコの鳥説って。いや、笑えないと思う、引くと思うよ。値段次第で買ってくれるのかな、ナルトラさんは。あの、引いて、もう二度と、うん、こう、開かないと思う。封印、うん、あのですね、本当に難しいんですよ。あの、皆さんは、あの、簡単に考えてると思うんだけど。え、何の話？あ、この話。一夫多妻の話、どこ行った？あ、そうだ。はい。それではここでリクエスト書きたいと思います。石ころさんのリクエスト、グレイで月に祈る。そう、暑いと思う。じゃあちょっとどうしよう、有吉の紹介しようかな。有吉のテレビで映ったやつ、あの人、うん、いいんじゃないですか。ちょっとだけ、それとも意見言うかな。あなた、もっと意見ある。何のですか。一夫多妻。いやいや、みんなの言いますか。みんなのやるか。ただ、山内さん批判が多くてよく。あ、そうなんですか。多いの。うん、多くないじゃん。一夫多妻なのに一緒に暮らさないの。どこに住むんですかね。別々でしょ。じゃあ今日はちょっとあっち行ってこっかなっていうのかな。言うよね。あ、奥さんちょっとあれだな、そしたら。じゃあ、なんか奥さんは全員が奥さんだから知ってるんだよね。だけどそれを承知で結婚するんだよね、きっと。
あこれもさ、言わなくてもいいんじゃない。そしたらさ、逆にさ、嫌だ、奥さんいっぱいいるんだって結婚しないっていう人も出てくるかもね。うん、あすごいな、この話。だからリアルに考えてもらう、じゃあ今タフタサイ、タフタサイ、タフタサイ、あのさ、俺だから飲み会で喋った時に、うん、この女の子がアコみたいにあタフタサイいいって言うから、うん、でもリアルに考え始めたら、うん、そうそうそう、もう嫉妬するんじゃない、嫉妬しますかねとかって言うたっけ、この子、うん、知ったら大変じゃないって、嫉妬するかな。だからリアルに考え始めればそういうのがいろいろ出てきたわけ。あこ嫉妬はないと思うんですよ。だってこのいいよってもうそういうルールじゃん。そういうルール。でもほら女性好きになったらもう結局一人さ、ね、違う人もいるけど、うん、大体は、うん、だからやっぱり私だけ見てってなるんじゃん。あそうだね。どうね、タフタさん。アコは1番がいい。じゃあアコも1番、うん、この人も1番、うんうん、この人も1番はどうなの。あ、平等だったらいいのかもね。俺はそういう考えの。あ、いいかも。平等だったらなんかなんていうの、あ、いいかも。平等だったらいいのかな。そうだね。で、その中にちゃんと子供も一番だってさ、わかる。だからさ、この人こんなできますか。できる、できる。いや、もう疲れ、疲れそうだね。子供が今一番だけど、別に女性も好きでしょ。違うよ、またこの人に、じゃあこの女の人にさ、子供が生まれるじゃん、どうする。同じぐらい好きになれないかな。俺はね、だけどさ、タフタサイって難しいっすよ、誰の子か分かんないじゃんね。それは遺伝子で、あ、そういうあれまで行くんだ。そう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 じゃないと困るあ、この会見なに、何なに、会改革、何これ見学、何か見るに、会見解、見解としてまとめると一夫一妻制以外もそうだね、うん、そう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 、とりあえずあこ一番がいいですだから全員一番はダメ。一番でズブズブに甘やかしてくれる人お送りしたのはグレーで月に祈る、これは石ころさんのリクエストでございました。あ、じゃああれやろか、皆さんの意見を。はい、時刻は9時18分を回りました。さて、今日のテーマは一夫多妻でございます。ですね、いろいろ来てますね。マサオさん、アコの見解をまとめてみると、一夫一妻制以外も認めるけれど結局一夫一妻制を選びそうだよね。うん、だけどさ、一妻多夫制が向いてるかもねってよ、アコいろんな男とそんなできるか。できない、分からん、やったことないですから。一妻多夫ってさ、あんまりこう出てこないけど、どういうことだろうね。なんか名前とか間違えそうですよね。いやいや、そういうこっちゃねえよ。違う例えばアコが住んでるお家に旦那さんがいろいろこう入ってくるのかな、うんうん、たまに3人でとかあるったら嫌じゃない。俺嫌だ絶対。嫌だ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 。アコは多妻なんだっけ、一妻多夫は無理だな。一妻多夫はないよね、あんまね。わからん、無理。はあ、なんか窮屈そう、逆に。え、だからさ、この暮らしをどうするのかだよね。旦那が日あこが会いに行けばいいんじゃない。あは、あこの都合でそれだったら OK。
うん、うん、オッケー。でも旦那それぞれの子供が欲しいって言ったらどうすんの？うむうむ、誰が見るの？そしたらアゴ見るの一人でやんの、いっぱい嫌だやっぱ一歳タフは難しいんじゃないかなあ、そっか、うん、そういうことか。そうそうそう、あそういうことだね。うん、そうだよね、子供も育てないといけないから、なかなか難しいと思うな。へえ、あそう、難しいのか。うん、アコは一歳タフ性が向いてるかもね。でもいろんな旦那と夜の営みしないといけないんだよって。だから名前とか間違えそうじゃん。それはもうさ、アコにはたくさんの旦那がいるからしょうがないって思うんじゃない。あ、そんなに心が広い人たちなの？素敵だね。一切タフを認める人は心が相当広いと思いますよそっかそっか、うん、いやだけど、うん、やだなあんなにいっぱいはやだ石ころさん、一切タフ、働き手が多くて財力豊富、ただ一箇所にいると加齢臭がやばいそこそこ子供ができるとその間男は何もできない。あ、一切タフ、あ、うん、そっかそっかそっか、そうだね、誰もできないじゃん。だからあそういうことか。だからね、やっぱタフ多才がいいんじゃない。一夫多才は難しいのか。あ違うか、え、なんだっけ、一切タフは難しい。ああ、そういうことか。はい、うーん、恋するかっちゃんさん、山ちゃん、あこさんは元ヤンですかって来てますよ。どうですか違います、なんで違います、真面目でしたあれどうなんでしょうか、本人がそう言うからそうなんじゃないでしょうかさてさてさて、マサオさん、本当に居酒屋トークそのまま持ってきたような番組だはい、ですね、タフタサイ、あ、ナルトラさん、まあこれだけ個性あふれるモーニングエイトのパーソナリティ陣を呼ぶことのできる山内さんはある意味一夫多妻ということで、かっこいい。いや大変ですよ。はいはい、あれは呼ばないの？あれを読むにはちょっとあれだね。あ、そうなんだ。時間がないね。あら、もうそろそろエンディングでございます。最後の曲は、ひふみさんリクエスト、コッコで強く儚い者たち。いいですね。この曲は浮気の曲？された曲だよね。する曲じゃん。したんだよ。したからなんか、おいおいおいみたいな歌で。さあどうですか今日の一夫多妻。はい。うん。あなたまとめとしては。あ、まとめね、うん、じゃあ4文字熟女、熟女で熟語で4文字熟女っておい、そうそう、新しいあれだななんだっけ、何の話だったっけ。だから一夫多妻、一夫多妻4文字熟語で言ってくださいあの人面白いよね、滝沢カレン。あーはいはいはい、面白いね。すごいすごい、すぐさ4文字熟語がさポッポポンって出るから。あなたちょっと近いものありますよね。いや、あんなに出ないですよ、4文字熟語。あ、出ないけど、キャラ的にね。あの人と、うん、あご、うん、へー、あの人も絶対わがままだよすごいですよね、うん、そう、うん、そうね、うん、ちゃんとしてない？ちゃんとしてる？インスタとかもすごいんですよ。あ、そうなの？見たことあります？ないないない。もう、意味不明だよ。よしよし違う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 さ、すごいよ、とってもそうなんですか。そうそうそう、ごめんなさい、メール来てます。北野リスさん、あこさん、山内さん、リスナーの皆さん、モーニングエイト、一夫多妻制、一夫タフ、タフ多妻制、一対一でも揉めるのにその数が増えるととんでもないことに。ヒーローもので昔は一対一、今は数人の戦隊が一人の怪人をボコる。ああ怖いっていうことですね。揉めた時が怖いっていうことです。揉めますかね。ねえ、そういう制度が、制度だけどやっぱ揉めるのか。揉めるかな、どうなんですかね。さっきさ、マサオさんが、うんうん、一夫多妻だと女性陣でマウント性が起きそうって。なんでマウントって。要するに順位付け、女性同士で。あ、へえ。ありそうじゃない。ありそうだね、うん、女の子はね、うん、そうなんだでも別にさ、それぞれが独立してればいいんじゃない。
一緒に暮らすことはないし、別に一緒に会うこともないでしょ。そうだよね、奥さん同士で。だけどやっぱ気になるのかな、どんな人なんだろうって。あ、気になると思う。追っかけるんじゃない。それから揉めるんだよ、それで。じゃあまとめましょう。はい、まとめてください。はい、結局どうですか、なんだっけ、一切一歩がいいです。ということだそうです。普通でいいですよね、隠れて不倫してください。そうですね、はい、はい、今のままがベストです。はい、皆さん不倫浮気しないでください。気をつけてください。はい、はい、いいですか、それで。はい、はい、いいんですかね。いいと思います。はい、あと30秒早く、はい、なになに、あ、なんだっけ、なんだっけ、はい、はい、今日も楽しかったですね。なんだっけ、来週もアコが登場します。はい、皆さんお楽しみにしてください。はいはい、今日も楽しい一日ご過ごせましょうに。さよなら、適当、バイバイ。はい、マスオさん、もうちょいこのコメントを早く送ってくれたら。どれどれどれ、ある意味不倫とかぶったたきすぎなんだと思う。あ、わかるわかる。今日のまとめはこれですね、マスオさんの。不倫を叩くな。叩くな、うん、叩くな。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。終わってる？あ、久しぶりです。